37.4、 これはどんどん止まってる状態で回してるとどんどん悪くなっていくという、はい、217キロでですね、今回また新たにですね追加しました。もう寒くてですねどうしようもならないので、はい、巻き式のホットグリップ、CB と違ってタイプが小さいので、小さい方はですね、この長さが短い方ですねをつけてきました。あったかいです。これやっぱいいですね、この巻き式のやつはお手軽で、もう本当に簡単に取り付け汚いですけども、平らに取り付けてでですね、先日シガーソケットがうまいこと入らないということで言ってたんですけど、無理やりですね、トノチャンネルさん、トノさんがですね無理やりいけますよということで無理やり入れちゃった、ここに無理やりつけちゃいました。これちょっとねこんな感じになるんですけど、まあ壊れたら壊れた時でまあいいかということでつけています。どうでしょう。はい、だんだんですね、やっぱりこの間の雪が積もってる時に、雪が積もってる時はそうでもないんですね、そんなに寒くないんです。雪が降る直前ぐらいが一番寒いんですね。もうめっちゃ寒くてですね、もう指が動かなくなるぐらい寒くてですね、やっぱり毎日乗ってますんで、まあ、取り付けようかなと。やっぱりこれお値段も良くてですね、まあ、いらない時にはすぐ取り外しができる、そして、シガーソケットがですね使えるっていうことで、せっかくシガーソケットが付いてるんで、これはもうやるしかないかなと。ちょっとねここが怖いんですけど、いつ切れるのか。まあ一応でもこの辺で切れてもですね、もう一度作り直せばいいのかなと思っています。はい、だんだん進化してきています。はい、それでですね、まあ全然関係ないんですけど、まあどうでもいい話なんですが、ちょっと便利なようで不便なのかなっていうのがですね、この鍵なんですけども、鍵のですね、まあ最終まあロック、ハンドルロックかけて抜くんですけど、これをですね抜くとですね、見といてくださいね、ほい、自動的にシャッター閉まるんですね、必ず閉まるんですね。まあこれは盗難防止のためには必要なのかもしれないんですけど、絶対必ずこれですね、このキーでですね、一度ここを絶対に開けないといけないということになります。この先っぽがですね壊れないのかなって心配になるんですけども、毎回これがですね、特に出勤前の朝とか、結局帰るとき暗いときとか、ここを合わすの結構めんどくさくて、ちょっと苦労します。これが便利なような便利ないような機能ですね。
まあでも盗難防止じゃないですか。